様、お疲れ様です。そしてご視聴ありがとうございます。今侍でございます。なぜか声がカサカサですいません。今回の動画はバック BGM で使用しております。この動画マイクの設定とメイク検索ができておらず、風切り音がすごいことになっております。そこでバイクに乗りながら撮影もしたいと考え、夜も少し遅いこの時間から暴風対策をしてみます。と言ってもネットで調べた営業時間中の100円ショップにて資材を調達しようと考えているだけです。少し長いショーもないお時間が流れますが、お付き合いいただければ幸いです。そして私音徳さんことナレーターは一旦ここでこの人たちに引き継ぎます。グッズさんです。おはようございます。今元ブログ用のマイク、このここの部分が欲しくて、これだろうか、これね、これが欲しくて。もう欲しいね。そうです、ないんで。ダイソーでね、ちょっと怪しげなマイク買ったんですよ。クリップマイクですね、うん、買ったんで、とりあえずこれ使って元ブログ撮ってみて、うん、もう無理やったらこれだけ外してあの今のやつに付け替えます。最悪こういう形のマイクがいけるんやったら、ちゃんとしたみんなが使ってるマイク買って、まあ Amazon で頼んでって感じでやろうかなと思いますんで、うん、お試しやな今回は、はい、とりあえずここだけ開けてこれだけ欲しいんやけど。それレジの人に言って50円払うんで、開けたら50円になるわけないやろ。グッチ買って。お味噌汁や、これ入ってるかな。いや、お味噌汁とかいけるやん、これ。ここでご飯食える。いやいや、やばいやばいやばい。 YouTuber で降りそうやけどな、そんな迷惑ペースやん。じゃあとりあえずね、これ支払ってこれセットして、どんな感じなのか使っていきたいと思います。貧乏系 YouTuber。はい、盗んできました。いやいや、金払い。そうです、まあ、ちゃんとね、しっかりと購入してきたんですけれども、はい、このままでいいですかって言われたから、このままでもらったんですけど、なんかテープぐらい貼ってくれてよかったよね。テープ貼ってないんですか。テープまんま貼ってる。ちゃんとね、証拠で買いました。ちゃんと買いました。じゃあ、ちょっと今から寒いんで、グッチの車の中でね、セットだけして、車乗って帰る。明日だったら、タイヤだけかもしれん。多分寒いな。とりあえずお試しでやってみますか。ちょっといいっすかね。いいよ。ちなみにね、はい、僕の固定はちょっと困るんで、ヘルメットは映さないんですけど。映ってる映ってる。あ、照明。ヘルメット映さないんですけど、まあこのマウントはもう買えるんで。これね、そう、別にいいんですけど、今ね、うん、こういうふうにこうマイクをセットしてるわけですよ。ここ見えるかな。誰か近づけろ。めっちゃごめんなさい、すいません、調子乗りました。多分取れた、あれちゃう、脱げたわ、これ恥ずかしい。装着したやつも装着かぶってるやつっていうの、まあ、とりあえずこのマイクをね、こういうふうにつけてるわけなんですけれども、このマイクのこう感度というかね、これいいのか、風切り音とかがめちゃくちゃ入るんですよ今。それが困ってて、ここのこのウィンドスクリーンっていうマイクの風防対策ですよね、これだけ欲しかったんですけど、うん、まさかの売ってなかったので、まあ、これもう買ってきたって感じなんです。でちょっと開けるんですけど、とりあえず、まあ、開けまして、うん、開けんの苦戦してる。じゃあこれ、その袋を食べたらあかんで。はい、袋を食べないんですけど。この分がこれ、あの、うまないやろそれ。まずこれ、その袋あんまうまないねんて。めっちゃまずいっすわ。いいですか、僕食べたやつ。後で味わうわ。やば。自分で言っててちょっとやばい。やばいな。はい、まあ普通に開けたらもう普通のイヤホンなんですよ。マイクで、まあ、マイクです。マイクなんですよ。もう寒くて僕ら飲みと言ってるんですけど、これでね、はい、こういう普通に、ね、普通に、あ、これなーにやってんだよ。これね、使えないんですよね。やばいね、多分使えないですね。あら、これじゃね、使えないんですよね、うん、まあいいんですけど、ここだけ抜くんで。そう、じゃあこの企画なしですわ。あどっか行ったね。どっか行ったね、これ。あれ、ちょっと待って、またか。一番大事なとこどっか行ったね。正直イヤホンはいらんもんな。どっか行ったね、これ。一回外出た方がいいんちゃう。多分あれちゃう。この席のあれやと思うで。ちょっとどこ行ったんこれ。この席の。これ一番いるとこどっか行ったで。席の多分このそこにおると思うで。死んだ。一番いる部分。あ、だ。えらいところ。これかな。これや、これ。とりあえず見つけたんですけど。そう、よかった。イヤホンはあれやな。もう返しに行こう。あ、お金はいらないんで。そうやな。イヤホン誰か使いたかったらあげるしな。概要欄からあの待ってます。あ、イヤホンじゃあマイクや。ごめん、間違ったわ。マイクはあのあげます。で、これをこうちょこっとこうつけてかぶせるんですけど、うん、もう今手がかじかんでてね、無理ですわ。
あ、これ俺思ってんけどさ、これマイクつなげな音出へんのじゃん。大丈夫っす。出るやつな。出ると。え、出へんのかな、分かれへん。どうやろ。まあ、それだけじゃ取れてないかな。取れてんねんけど、多分音がどうなん、入ってないな。もしかしたら入ってないかもしれん。抜いとくそれ。でも今抜いたら多分バグると思う。一回止める。なーにやってんだよ。おはようございます。またこっから。というわけで100均のピンマイクのモフモフを今ね、こういう風に装着しました。もう一つはアマゾンで買ったやつなんですけど、あれこれ2つ。なんかすごいな。なんか笑ってんの。ほらこんな感じ。ほらとか。上がもともとついてるやつ。そうです、これあのアマゾンで買ったやつです。で、これ下が今生まれたやつです。あの、盗んできたマイクのやつですね。ちゃんと買ってるから、もうあかんって。もうまかん。東大阪クオリティですわ。言うな言うな。こういう風にここにマイクをつけて撮影をするか、この下、口元のらへんに持ってきて動画を撮るかって感じなんですけど、これ欲しい人いますか。いる人おる。これだってこれ普通さ、風切り音のあのやつがあっての成り立つやつじゃないの。ええ、ここはそうやと思ってたんですけど。そもそも100均のマイクに何求めてるんですか。100均の音はね、いいですよね。あのイヤホンとかならシャカシャカっていう音がしてて。これでグッズさんにゲーム実況してもらえる。嫌です。もう返品しに行きます僕は。とりあえずこれはまた違う機会に違うところでやりましょうか。100均クオリティシリーズ。今度ね、僕らお金ないんで100均シリーズ出していくんですけど、あのギター売ってたんですよ。ドンベイさんに弾いてもらおうかなと思って。ドンベイさんあれですもんね、ギター弾きますもんね。何弾いてもらおうかな。やっぱあれやろ、 XJAPAN やろ。くれないやろ。100均にドラムって売ってたっけ。ドラムらしきやつを、らしきやつは売ってるよ。あ、うん、とりあえずね、こういう風に今セットしたんで、これでどこまでマイク暴風対策ができるかっていうところで、どんな感じで聞こえるか、まあ、一回ちょっとこれで試してみたいと思います、はい、で、とりあえずじゃあここにつけてるバージョンと口元のバージョンですかね、こっち側にどっかつけたいんですけど、つけれるところが今ないんで、うん、僕がバイク運転しながらこう手で持ってこう運転します。ほんで俺も持つわそれ。ケツで帰るんで、あ、車とこうバイク横並んでこうやって持ちながら。ちょっとそれはできないんで、僕らの運転技術がね。まずじゃあ口元につけて、今から固定できるならこれ固定して。固定はできへんけど、森で固定はできたから。あれちゃん、口でこうパクってしとけばいいんちゃう。もう取った後よだれだらだらやと思って。でちょっと臭いやったやろ、ポンジやから。しかも独特のな、よだれだらということで、じゃあ今からバイク乗って、はい、動画撮っていきます。つけてみる。それ女の子に言われたの。つけてみる。なんか映画に出てきそうな。そうだ、これで煽られたら、こここれついてるやん、硬いとこ、これガーン行ったったよね。これミラーガーン行ったったよね。今日海外の人やってるやん。そうです。今が暑い。もうあれ手入れたやばい。うわ。え、ここがあれやな、あったかいな。そうそう。この下は何もない。どうすか。行きましょうか。うえー、寒い。ふざけんなよあれと、ふざけながらも暴風対策を施してみましたが、まさきに楽しみ出ることもなく、バイクを出すわけのわからん映像となってしまいました。おそらく現在使用しているソニーのピンマイクの感度が非常によく、これ以外の外部音声も広範囲にわたって拾ってしまうことが原因ということがわかりました。ということで、今回の録音環境改善は失敗に終わりましたが、原因がわかりましたので、引き続きモトブログの準備編をお届けします。インスタグラムもやってます。詳しくは概要欄より物色をお願いいたします。そしてチャンネル登録も。